はい、運営レポート出張版第7回目です。今回はですね、もう間近に迫っている、シーズン 8.0 の情報を中心に、いろいろお話を聞いていきたいと思います。ゲストはこの方です。杉浦さんです。カプコンの杉浦です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。シーズン 8.0 のお話を伺う前にですね、はい、今回もまずはちょっとご説明をいただきたいことが、はい、2つありまして、1つがウォンテッド の、はい、機能なんですけども、以前こちらの運営レポートでもご紹介しました通り、現在不具合が起きてまして、はい、ちょっと使えないと、はい、その件に関して、開発チームと、運営チームの方で、いろいろと調査をしたりいろいろと修正をするためにですねいろいろやってきたんですけども、はい、先に結論を言うとちょっと厳しいなと。なるほど。時間とですね、かかる工数が非常に膨大なことがちょっと判明しまして、先にちょっと非常に厳しい決断をしたんですけどもウォンテッド機能に関して 8.0 で、ぶっちゃけ廃止しようかなというふうに考えています、はい、ただ、不具合が起きてやはり思った以上に時間がかかるからということで あったコンテンツを一つ削除するっていうのは非常に我々からしても本当はやりたくない判断ですしやっぱりご利用いただいているお客様がいる以上そこはちょっとかなり問題あることだと思ってますので現在それに変わる代替案というか表と機能がなくなった代わりにこういう機能を入れるという形でいかがでしょうかという形で 8.0 なりに間に合う形が取れたらなと思ってご用意させていただいてるんですが、はい、結論だけを先に言いますと、はい、ウォンテッド機能に関して今廃止の方向で動いているということをちょっとご説明しなきゃいけないなというところをちょっとお詫びしなきゃいけないかなというところですね、はい、申し訳ございません。ウォンテッドの近いようなシステムになるんですね。そうですね。ウォンテッドがある意味ちょっとなんて言うんでしょうクエストに行くときにちょっとゼニーが多めに手に入るっていうところでの、はい、まあ、ちょっとしたお助け機能だったり便利機能だったっていうところからいろいろ調査させていただいたらものすごくたくさんのお客様がものすごい頻度で使ってるっていうわけではなかったので、まあ、ある一部の方々がご利用している範囲だったっていうところからも、まあ、不具合の影響が大きくなかったということも言えるんですけどもただ、まあ、そこら辺の趣旨から似たような形で、はい、ちょっとお手軽にクエストの行くことで何かちょっとお手軽に少しだけゼニーなりが稼げたらなっていうところで代替案を出せたらなというふうに思っていますので、はい、そういう形のものをちょっとご用意できたらなと思っています、はい、次にですね、はい、3月24日の、定期メンテナンスがちょっと早かったっていう、そうですね、もうこの件に関してはもう本当にまあお恥ずかしいとしか言いようがないのでもう本当にお言葉、まあ、言葉がないというしかないなというふうに思っています。まああってはいけないことがあったとしか言わないなと。で特に定期メンテナンスは、まあ、狩人祭の入魂祭の最後の、はい、まあ、時だったので、まあ、他の、まあ、メンテナンスに比べてもかなり大きい影響があったと言えると思うんですね。そうですね。はい、まあ、そういうことを、まあ、本来分かっている我々が、まあ、やってしまったっていうのは本当情けないお話ですのでウェブサイトの方の運営レポートにも書かせていただいたようにもう何重にもチェックしてそこの部分を防ぐしかないとしか言いようないので本当ご迷惑かけたなというところです。まあ、あとはいろいろとお客様にご迷惑をかけたということで、まあ、狩人祭の方も若干ではございますけれどもいろいろとまあ報酬の方を載せさせていただいてお詫びのまあ形を示したというところもあるんですけれども、まあ、それ以外にもネットカフェで遊んでいたお客様からもお叱りを受けましたし当然狩人祭以外のことをやっていたお客様からもそこら辺どうなんだというのがあったんですけれども、はい、大変申し訳ありませんが短時間でリカバリーするにはあそこがちょっと限界だったものですから、はい、まあ、これからもまあああいうことがあった時にお客様にご迷惑かけた分をどういう形でリカバリーするかっていうところも今後の課題だと思ってますし、はい、当然ああいうことが起きないようにするのが当たり前ですので、まあ、そこもちょっと考えながらこういうことが本当再発しないようにこれからも引き続き厳しくやっていきたいと思いますけども一番の本当は原因はやっぱりこういうケアレスミスが起きるっていうのはやはり仕事のフローだったりとかチームの作り方とかいわゆる組織の部分だったりというところも本当に大きいので、まあ、そういう意味では、まあ、それを管理している杉浦がやっぱりチームの
作り方だったりとか仕事の進め方フローの作り方っていうところが、いや、あの監督冬木届だったのかなっていうところから本当私自身の問題でもあるのかなと深く反省しておりますので、本当ご迷惑かけた皆さんにはお詫びするしかないと思ってます。はい、申し訳ございません。はい、ここからはシーズン 8.0 について、はい、聞いていきたいと思います。まずですね、はい、シーズン 8.0 からスタートする、はい、ゲーム内イベントについてお聞かせください。はい、ご説明できるのが今大きく3つありまして、はい、1つ目が、当然毎回のシーズンのアップデートでやってます記念イベントですよね。はい、最近だったのバレッタシリーズという頭装備がもらえるものなんですけど、これもやっぱり今回の 8.0 で追加しますので、こちらが一つありますと。で次に、大先輩に続けというですね新しい企画がありまして、これは今回ちょっと後でご説明することになると思うんですけども、ハンターランクの低い層の方々と、かなり高レベルの方々が交流しやすくなるように、はいはい、ある程度流れを作った部分がちょっとありますので、はい、入門区で実は今まだ最終的には検討中なんですが、はい、ハンターランクですね、30までっていうのが今の入門区のハンターランク制限だと思うんですけど、 はい、それにプラス加えてですね500以上であれば、入門区に入れるというですね仕様を今足そうというふうになっていまして、はい、そのちょっと理由も後でご説明できると思うんですけど、はい、ハンターランクが非常に高い500以上のベテランユーザーの皆様が、ハンターランク低い、一桁の方々とかと、はい、遊べるようにするという形で、ベテランユーザーと新しいユーザー様の、交流を促していきたいなというふうな企画も考えてまして、はい、それが今回イベントとして入るというところと、あと3つ目がですね、ゴールデンウィークですね。はいはい、去年もゴールデンウィークのイベントをやらせていただいたんですけども、はい、今年もまた、はい、ゴールデンウィークですね、イベントを用意しまして、全く同じも去年と同じものではなくて、今年また新しく作ったイベントにはなるんですけども、はい、そういうイベントを用意させていただきますというのが今大きく言える3つのイベントですかね。はい、次にですね、はい、アイテムボックス、はい、アイテムボックスの容量が増えるとお聞きしましたが、はい、アイテムボックスの方なんですけども、アイテムボックスの方が10ページで、はい、それからあと武器防具がですね5ページという形で、はいはい、これだけ増える形になります。で、アイテムボックスも武器防具の方もですね、はい、追加するところに関して、実はハンターランクである程度ページが増えていくという形をとってますので、はい、例えば、アイテムボックスであれば、ハンターランク100になると1ページ追加されますとか、150になるとさらに追加で1ページ増えますみたいな形でだんだんとページが増えていく形にしてまして、はい、アイテムボックスですとトータルで15ページ、はい、武器防具ですとトータルで10ページという形で、はい、まあアイテムボックスだと3倍ですよ ね、 ですよね。で、はい、武器防具だと2倍という形で、はい、2年ぐらい前からもうずっとお客様から足りない足りないって言われてたんですけども、はい、本当そういう意味ではお待たせしたなと、はい、そのお待たせした分ちょっとですねなるべく頑張って、はい、ページ数を取ってみましたっていうところなんですけども、それが現状今アイテムボックスと武器防具のページの追加内容になります。はいはい、追加ボックスの方ではなくて通常のアイテムボックスの、ね、一番最初は追加ボックスで行こうと思ってたんですね。はい、っていうのが率直に言うと追加アイテムボックスってハンターライフの方々だけが使えるって形にしてるんですよ。はい、でまあ何が言いたいかというと別にお金がいただきたいという意味ではなくて、利用者をある程度制限することで、はい、サーバーの、まあ、ちょっと負荷をですね、はい、減らしたいなと、はい、これを、まあ、無尽蔵に、どんどん増やしてしまいますとちょっとやっぱり最終的にちょっといろいろサーバーに負荷がかかる危険性もありましたので、はい、じゃあどうやって制約条件をつけて、はい、使いたい人だけが本当に使う、またそういう人たちにご提供できるようにするにはどうすればいいかというところと、あともう一つがやっぱり発表させていただいた後に結構お問い合わせで追加アイテムボックスですとちょっと使いにくいのでアイテムボックスの方にしてくれっていうご意見も結構来たので、はい、そこをちょっとシステムの責任者と打ち合わせさせていただいて、その結果まあなんとか技術的な検証をした結果問題ないであろうという結論が出ましたので、今回改めて追加アイテムボックスではなくてアイテムボックスという形になったという形ですね。はいはい、次にですね
武器のバランス調整についてお聞かせください。はい、前回の運営レポートでも若干ご説明させていただいたんですけども、まあ、まず今回の 8.0 で、いくつかの武器が情報修正されます。はい、今回のアップデート結構さまざまな今まで溜まってた課題の要望を、はい、取り入れましょうということで、まあ、アイテムボックスしっかり武器の調整に関しても挑戦してみました。武器の調整は本当なかなかナーバスな問題ですので、ちょっとですねそこの見積もりが甘かっただけで、さまざまなことが起きてしまうというのは過去の経緯でもありましたので、我々としては、7.0 で一度総研の方の調整をさせていただいたのをきっかけに、はい、8.0 で思い切ってちょっと調整してみましょうという話にまずなりました。でその中で、8.0、大多数が情報修正にはなったんですけれども、やはり一応前もって発表させていただいたんですが、火事場に関してですね、はい、こればかりはちょっと若干、ちょっと今のバランスからいくと他のものをちょっといろいろ調整してもですね、ちょっと厳しいという結論で下方修正するに至ってしまいました。でそこをどうしても今回の 8.0 こんなギリギリというか短い期間でやってしまうことになってしまったのは本当申し訳ないなというところなんですけども、前もお話しした通り本当になるべく下方修正したくないというところで、我々としてはギリギリまで考えてやっているところは本当ありますので、今回も他のいろいろな情報修正見ていただいても分かるように、ただひたすら下方修正だけしていくというような意思はないというところは態度で示したかったなというところと、あとはなるべくこれからは下方修正をするにしてもなるべく前もって発表することでお客様に2つの選択肢を与えるようにしましょうということも話しました。はい、で1つはやはり長い間に告知してあるとその間に下方修正していることが分かってるわけ、はい、することが分かってるわけですから、それでも今から作って使おうかと、ある程度の一定の期間は、下方修正されないわけですから、はい、その間はこの利便性をうまく使おうかという考え方と、もう一つはやはり下方修正されるんであれば作る必要ないという形で作らないという選択肢も出ると思うんですよ。はい、やはりそういう選択肢をなるべく情報を提供することでお客様自身に考えていただくということも一つ、いきなり下方修正しますという考え方よりもよっぽどお客様にメリットが提供できるかなと思いましたので、今回改めて、10.0 の方で、下方修正しますという形で、発表させていただいたものもあったというのが今回のさまざま話し合った経緯になります。はい、であとあれをある程度発表させていただいてからお客様からいただいているご意見の中には他の武器種はどうなるのという件もあるんですけれども、他の武器種に関しても当然検討はしてるんですね。ただ全部を一気にやってしまいますとちょっと読めないところもありますので、まずはいくつかの情報修正を今回入れさせていただいて、その中で一旦どういう形でお客様方の武器の使用状況とかバランスが変わっていくのかっていうのを見させていただいたり、アンケートも総研の時にも取らせていただいたように、今回のこの武器バランスに関しても当然取らせていただきますので、はい、そこのご意見をまたちょっと参考にしながら、まだ調整していない武器、それから調整させていただいた武器に関しても今後ちょっとさまざまなチェックはしていきたいなっていうところで現状は考えているというのが状況ですね。はい、はいはい、では次にですね、クエスト受注のインターフェースについて。はい、はい、そうですね、クエスト受注のインターフェースに関しては、はい、修正した後にアンケートを取らせていただいたんですけども、本当ボコボコで、9割近いお客さんから、まあ、使いづらいよと、はい、もう私も、まあ、本当そう思いました。チェックが甘かったなっていうところがありまして、で一番恥ずかしかったなと思ったのはやっぱりチャットにかぶってるっていうところは本当まずかったなと思いまして、まあ、オンラインゲームやっぱりチャットは当然しますので、そういう部分でちょっとまずチャットにかかっている部分というのは当然調整させていただきましたし、はい、それ以外にもクエストをですね、同じものクエストを連戦でやるみたいな形の、はい、ちょっとそういう時に、まあ、毎回毎回ちょっとクエストを探したりとか、めくるのにすごい時間かかったりっていう部分もちょっとやっぱりしんどいっていうところは当然分かりましたので、はい、クエスト受注の履歴みたいなものをですね、はい、ご用意させていただくことでさっき選んだものをすぐ探せるとかですね、はい、そういうようなちょっと
追加機能もつけさせていただいたので、はい、これでちょっと一度お客様に見ていただいてまた高評価してもらえたらなとは思うんですけども、はい、意外とやっぱり怖いのが慣れなんですよね、はい、一度こういう私たちの方でちょっとお客様にご迷惑かける形でご不便なものを入れてもですね、はい、一旦慣れてしまうと、はい、結構やっぱりそれに慣れてしまうとですねまた変えたことによってまたそこでちょっと慣れたものがまあ慣れがなくなるというか、また新しくちょっと覚え直さなきゃいけなかったりとかいろいろあるので、まあ、そういうところでちょっとご不便かけるのかなっていうちょっと心配もあるんですけれども、まあ、ある程度こちらの方でも何度かやらせていただいてこっちの方がより便利になるっていうところでは結構今回は私も細かくチェックしたら、はい、大丈夫じゃないかなと思うところもありますので、まあ、今回はそういう意味でかなりお客様のご意見をもとにそこ直させていただきましたというところですよね、はいはい、使い勝手が上がっている。そうですね、上がっていると思います。はい、次に、シーズン 8.0 のいろいろ気になるポイントを、はい、順にお伺いしたいと思います、はい。まず何といっても新モンスターのデュラガウアなんですけども、うん、見どころはどのあたりになりますか。そうですね、まずデュラガウアに関しては今回ハンターランク22からと、はい、それからあとハンターランク51からと、はい、あと豪種のですね、はい、3つで登場するっていう、はい、今までだと大体一つと合種みたいな形が多かったんですけど、はい、今回は3つ登場するという形になってます、はい、でその理由としてはやっぱり今回結構新規のお客様とかもかなり入ってくる時期なんですね、はい、実は4月っていうのは本当に1年間で統計取っても、はい、一番お客様が新しく入ってくる時期なので、まあ、そういう意味で新しく来たお客様にちょっとモチベーションを高めていただこうというところからも、はい、まあ働く22に新モンスターを位置づけたというところもありますし、はい、まあ、あとは実は 7.0 がやっぱりラビエンテということでイベントモンスター、そうですね、で6.0 はオルガロンということで2体出てくるとかいうところで、はい、まあ、ちょっと今まで1体でガチで狩るっていうモンスターからちょっと離れてたので、はい、今回はガチで狩れるモンスターを入れたいなというところから、まあ、そういうつもりで作ってご提供したのが今回のデュラガウアという形になると思いますね、はい。でそういう中で今回の、まあ、デュラガウアはどちらかというと名前がある程度まあ、ある程度というかすごいヒントになっていると思うんですけど、はい、漢字で書いて氷の狐っていう形なので、はい、氷の狐なので、まあ、攻撃もどんな属性の攻撃をしてくるかとか、はい、まあ、大体すばしっこいかまあなんかこう重く動いてくるような感じのモンスターなのかスピーディーなモンスターなのかっていうところもだいたい読めちゃうのかなっていうところと、まあ、あとムービーももうすでにオープンしてますのである、程度見ていただくとその雰囲気はすごい分かってもらえるのかなっていう気がするんですけども、4人でガチで狩れるモンスターっていうところで今回はどうなのかなっていう形でお客様のそういうところでどういう反応がもらえるか今期待して楽しみにしてますっていうのがデュラガウアに関しての現状かな、はいはい。そのデュラガウアを、はい、狩猟するフィールドなんですけども、はい、これが塔の新しいエリアになると、うん、そうですね、実は今回ボルガノスを追加した時に火山に、はい、追加マップが入ったように、今回実は、デュラガウアを実装するにあたって塔にマップを1マップ追加しました、はい、でそこにデュラガウアが生息しているという形になりますね、はい。秘境と同じような考え方で、そうですね、そこら辺はまあ入ってからのお楽しみかなというところで、はい、はい、お願いします。次にですね、はい、武器の新スタイルについて、はいはい、お聞かせください。そうですね、この新スタイルはシステム的なものとして今キャッチコピーでも、はい、極めろ秘伝っていう形になってると思うんですけど、はい、秘伝書システムっていう形なんですね、でそうなってくるとちょっとシステムの話なのでかなりちょっとご説明するのが難しいんですけど、はい、要点だけ言いますとハンターランク500になった方々が新しい新スタイルをですね手に入れることができるという形がまず一つ重要なことかなと、はい、なので前回の運営レポートでもちょっとハンターランク上げといた方がいいかもしれませんってお話したと思うんですけど、はい、答えとしては目安はハンターランク500です。500と、はい、全体のハン
ったのどのぐらいに今だと3割ぐらいですか、ね、どうですかね、そこそこいます実は、はい、でこういうことを発表するとあっという間に上がっていくので、はいはい、なかなかちょっとやっぱりあの僕らもこのシミュレーションすごい難しいんですよ、はい、今これしかいないからもうちょっと下げてあげようって下げてしまいますと、はい、それまでの間に一気に皆さん上がってくるのである程度その上がるであろうって想定も入れて、はい、あの設定させていただいているっていうところがありまして、はい、あとはやっぱりある程度キリのいい数字っていうところもあって、まあ、今回の500っていう数字も選ばせていただいたんですけども、はい、まあ、あの僕も実は、男性キャラクターで300強で女性キャラクターで300強なのでまだ全然足りないので2キャラクターが、はい、この1ヶ月で、はい、あのなんとか500にしようと思ってましてもうこれは間違いなくやろうということで、はい、あの他のみんなと一緒にやることにしてます、はいはい、500のハンターがその秘伝書を、もらうことですぐにその新スタイルが使えるようになる。そうですね。あの使えます。で、なおかつ、新スタイルの場合、既存のスタイルと差し替えなきゃいけないっていうのがあるんですね。はい、例えば分かりやすく言いますと、ゲームパッドで遊ばれているお客様の場合、はい、ボタンが有限ですので、あのどんどん増やしてわけにはいかないので、はい、今回あるスタイルと新しいスタイルを入れ替えてます。なるほど。はい。なので、入れ替えたタイプの新スタイルのある操作の方法と、まあ、あの既存のものっていうものに2つに分かれていますので、はい、まあ、それをお客様が好きな方を使えるという形にはなっています、はいはい、その新スタイルが、はい、ハンターランク500から、はい、ということでさっきのお話にありました入門区が500以上というところにつながるんですか。ですね、実は、先ほど言った秘伝書っていうのは、はい、アイテムとして手に入るっていうよりは、機能として手に入るようなものですので、はい、ハンターランク500になりまして、はい、まあ、ちょちょっとしたある程度の作業をしていただくと、はい、ゲットできますと、でゲットしますと秘伝書というのがですね、機能として実装されてますので、はい、秘伝書を実装しますと、はい、ハンターランクっていうランクのやつからですね、はい、今度はスキルランクっていう新しいランクにですね、はい、ある意味チェンジするんですね。でこのチェンジをするとスキルランク1になるんです、はい、ってなりますとこれってハンターランクの1とほぼ似た形になりますので、ハンターランク1の方と遊べるというのがスキルランク1の方々なんですね。これがまあスキルランクが5になればハンターランク5の人と遊べたりとかっていう形になっていきますので、スキルランクを上げたいということになった時にハンターランク100がたくさんいらっしゃるようなランドに行っても、はい、一緒にプレイできませんので、入門区に行かれて、はい、一緒に遊んでいただこうというところから、スキルランクになって入門区に入ることもできますし、当然先ほど言ったスキルランクとハンターランクっていうのは、はい、好きな時にチェンジできるんですね。でこのチェンジが、できた時に、まあ、入門区に、いた時にちょっと矛盾も出ますので、はい、当然入門区は実は500から出入りできて、でなおかつチェンジして SR になって低いタイミングの時には一緒に遊んでいただくってこともできるという形にしてありますので、逆に、すごいベテランの慣れた方々と、ハンターランクの皆さんがですね一緒にこうなってまたゼロから一緒にクエストに出て遊ぶということもできますし、はい、SR になりますと武器とか防具にもいろいろなちょっとすいませんけども最初に補正が入るんですね、はい、なのでハンターランク1の人と同じぐらいの攻撃力だったりとか条件下の方に条件下になっちゃうんですよ。 なので私もちょっと試したんですけど、はい、やっぱりだいぶハンターランク100以上の武器とか防具持って慣れてると、はい、もうクックとかドスワンゴと戦ってもあんまりこう痛くないので結構気にならなかったんですけども、はい、やっぱりSR になると補正が入ってる分、はい、もうその時の感覚でやってしまうと、はい、あっという間にやられてしまいますので結構そこら辺はまた新鮮な気持ちになれますし、はい、やっぱり新しく始める方にからするとそういうベテランの方々がいろいろ見せてくれるのが面白いのかなというのが、はい、今回の一つの売りかなと思ってます、はい、そのハンターランク500の時に着ている防具、はい、の防御力などに補正がかかってそうですね、っていう形。防具自体は実は、好きな防具をスキルランクにですね、はい、チェンジしても、はい、スキルランク1になってもですね切れるんですけども、はい、先ほどお話に出たように防御力とか、はい、そういうものにマイナスの補正が入っちゃいますので、はい、非常に低い防御力になってしまいます、はい、代わりにスキルは一切いじられませんので、はい、簡単に言うとハンターランクの人たちよりもスキルはちょっと充実してますと、はい、ただ防御力はほぼ同じですという形になりますよね、はい、
で武器の方はどちらかというとあのレア度で、はい、あの制限されていきますので、あの低いレア度でないとハンターあのスキルランクの時も、はい、あの持っていけないという形になりますので、はい、そこは ある程度ハンターランクの皆さんと似たような条件に近い形になっちゃいますね、はいはい、そのスキルランクになることでまず新しい新スタイルが取れると、はい、それでスキルランクを上げることでスキルランクを上げるメリットというのはどの辺ですか？そうですね、まず、先ほど申し上げたその新スタイルっていうのは武器種ごとに用意してまして、はい、11個の武器種すべてに用意しております、はい、ただ最初に実は取れるのは1つだけなんですよ。でこの1つって取っちゃった後、はい、あちょっと合わないなって言って帰れないんですよね。あ、なるほど。これは気をつけてくださいっていう話なんですけども本当に、そこは結構重要で、最初にこう気軽な気持ちで何か選んじゃうと、はい、まずいので、うん、はい、家も結構厳しく入れてありますので、はい、本当にこれでいいですねって選聞かれますけども、はい、一度選ぶと実は帰れないんですね、うん、なので例えば最初片手剣のスキルランクを手に入れたとなりますと、はい、片手剣でしか今度スキルランクがやれませんの で、はい、で新しい新スタイルに関しても、うん、片手剣のものしか使えないと、はい、ところが SR のですね200スキルランク200になりますと他の実は武器種が取れるという形になるんです、はい、スキルランクをある程度伸ばして、他の武器種の方を取っていくという形でいくつかを取っていくという方法もできます、はい、でそれ以外にスキルランクが上がれば上がるほど先ほどの防具のマイナス補正が解除されていくんです、ね、でこういうこともすごいメリットかなと。で残りのメリットは今はちょっと言えないんですけども今後のアップデートで明らかになっていくんじゃないかと思いますね、はいはい、楽しみにしてます、はい、今度はゲーム内からちょっと離れた話題で、はい、現在、バーサスクエストチャンピオントーナメント、はい、が開催されてますけど、そうですね、はいはい、今この、放送が流れてるタイミングでは、もうすでに2つ終わっちゃってるんですけど、まだ2つ、茨城と、はい、埼玉の方はですね、はい、まだ当日間に合うかもっていうところもありますので、ぜひ私も行きますので、近くの方々来てくださいというところです、ね、はい、はい、それともう一つ、はい、ガイド娘のフィギュア付きのパッケージが、はい、そうですね、はい、持ってまいりました。お、はい、こちらですね。こちらになります。はい、はい、こんな感じですね。今回はこのユニスです。今回はこのユニス、はい、ユニスですということで、はい、はい、これってこれからそのアップデートのタイミングなどでまた順次発売される、はい、そうですね、実は、こちら発表してすぐに欲しいってお客様も当然いたんですけども、はい、なぜモンスターじゃないんだというですね、お叱りも受けまして、はい、で、モンスターと、こちらの、ガイド娘のフィギュア両方とも今実は企画が走っています、でやっぱりモンスターはちょっとやっぱりかなりクオリティを高くしないといけないのと、うん、精密に作んなきゃいけないので、はい、ちょっとやっぱりこういう女の子のフィギュアとちょっとやっぱりかかる手間とか時間がちょっと違うんですね、はい、なのでだいたい今いつまでその約束が守れるかまだ分からないんですけど、はい、1年に1個ぐらいはモンスターは出していきたいなと思ってまして、はい、で一応今発表させていただいたんですけど今年はエスピナスという形で、はい、根強くですねボルガノスがいいという意見もかなりあったんですけども、はい、ビッタンビッタンしてるあそこをですねフィギュアにするべきだというですねかなり紛糾したんですけどもまずはちょっとですねいきなり色物ではなくて王道のパターンでということで、はい、今回はちょっとエスピナスで行ったんですけど、はい、まあ、来年はまたちょっとお客様のご意見もいただいたり、はい、まあ、ちょっといろいろと考えていきたいなと思ってて、まあ、1年に1回のモンスターと、はい、あとは10ゼロで今のタイミングで、こちらの女の子をですね5回連続で出していきたいなと思ってまして、はい、でこちらの方にはそのガイド娘のですね服が実際に防具と手に入るというところも、はい、一つポイントかなと思うんですけども今回ご用意させていただきましたというところですね、はい、もう予約がバンバン入っています。ありがとうございます。おかげさまで、ほぼすべてもう予約の方はいっぱいいっぱいでございまして、はい、あとはもう本当に当日発売されるものをゲットできるかという状況になっております。で残念ながらちょっと現在再販の予定はございませんので店頭で手に入れていただくしかないのかなと思うんですけども本当申し訳ありませんが、はい、そのところでございます、はい、
これフィギュアだけじゃなくてあのゲーム内の防具もついてくるんですか。そうですね、こちら の, あの今回あのユニスをあの模した、はい、あの女性側の方の防具とあとはあの男性側の方はこれにちょっとあの合う形で、はい、あのまたオリジナルの防具を一つデザインしたものがこちらのものだけに入っておりますので、はい、まあ、それも一つポイントかなと思います。はい、はい、では最後に、杉浦さんから一言メッセージをお願いします。はい、まずは2010年最初の大型アップデートになります。今2010年の大型アップデートだいたいやっぱりあの春夏秋冬ということで、年4回予定しておりますが、だいたいもう1年以上のマイルストーンが今引かれてまして、何を入れていくかということをみんなで話し合っています。今年1年は去年よりもですねもっとメインコンテンツにいろいろ力を入れていくんですけども、結構発表したいなと思っていることもすごいたくさんですね、お客さんに喜んでもらえたり驚いてもらえるようなコンテンツの追加や新しいリファインも用意しておりますので、今年も1年モンスターハンターフロンティア期待してお待ちください。よろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。